日本の皆様、同情します。こんにちは、ウォッチモジョへようこそ。今回のランキングはドラゴンボールエボリューションのがっかりポイントトップ10。原作と実写版ドラゴンボールを比較し、ありえない変化を見ていきます。ツイッターアカウントをフォローして、次にリストアップしてほしいアニメ作品を教えてください。第10位、マイ。原作でのマイは悪党集団ピラフ一味のメンバー。かなり抜けていますが、ボスのトンチンカンな指示にもまっすぐ答えようとする女性です。一方、ドラゴンボールエボリューションではピッコロの手下として登場。なんとも理解しがたい理由で変身する能力を与えられています。変身。確かにアニメでは一時ピッコロに仕えていたこともありました。ですが、なぜ原作のマイらしさをほとんど残さず登場させる必要があったのでしょうか。まるでポケモンのロケット弾を無視し、武蔵を誰かの手下としてしまうのと同じことです。ドラゴンボールはマイ。第9位、ご飯の死。First one to touch the ground losers。悟空の育ての親であるご飯の死は、若き悟空に大きな衝撃を与えました。悟空は後に息子をご飯と名付けることになります。物語はご飯がなくなっている状態でスタートしますが、その死は悟空にも責任が。満月の夜に悟空が大猿へと変身した際、ご飯を踏み殺してしまったのです。I will have the dragon ball, old man. 映画ではご飯がピッコロに殺されたことによって、多くの重要なストーリーが省かれてしまいました。その上、悟空は彼の死をそれほど気にしていなさそうで、全くご飯を救う気が見えません。ピッコロ has returned. He's after the dragon ball. Is it safe? 第8位、超かっこいいブルマ。Where is it? I know it's here. Are you Piccolo?Did you kill my grandfather? 見てください、我々の知っているブルマはこんなにかっこよくないはず。賢く頭脳明晰なブルマ、時間をかけてでも自分よりはるかに強い相手へ立ち向かっていきます。しかし映画では原作のブルマをイメージできないほど強くて攻撃的な女性になっているのです。ブルマをよりアクティブな女性として描きたかったことは理解できますが、本来のブルマには似合わない性格にされてしまい、彼女の魅力が損なわれてしまっています。彼女がかっこよく戦う必要はありませんよね。第7位、ピッコロが生きている。原作で宿敵として描かれるピッコロ、ハリウッド版では彼のバックグラウンドが変えられていて、部下の魔族に関する話は完全に消されていました。中でも大きな変化はピッコロの死についてです。I'm glad to have you join me. You will bear witness to my glory when I compel Shen Long to grant me the power to rule this diseased rock. アニメでは悟空との最終決戦で殺されてしまいます。死の間際、ピッコロが口から卵を吐き出し、その中にいるのは彼の息子であり、かつピッコロの生まれ変わりであるという原作を映画で描くのは確かに難しいかもしれませんけれども、誰かよくわからない女性に手当てされているピッコロを見ても面白くもなんともありません。第6位、ドラゴンボール。だからドラゴンボールエボリューションは原作を履き違えたのです。ドラゴンボールは単なるタイトルの一部ではありません。本来はドラゴンとボールの2語なのです。 Is yours? What is it? It's a dragon ball. Sushinchu means four stars. In all the world, there are only six others. まずドラゴンボールの作られた背景が変えられています。原作では神が作ったことになっていますが、映画ではピッコロを封印した7人の賢人によって作られたとかなんとか、なぜだか曖昧でより込み入ったバックグラウンドにしようとしています。A group of brave warriors created the Mafuba,
A powerful enchantment that imprisoned Piccolo deep within the earth. また、ドラゴンボールは悟空に起こり得ない未来を見せています。そしてなぜだかブルマはドラゴンボールのことをプロメチウムオーブと呼んでいるのです。I compel you to come forth and grant my wish.第5位、設定。ドラゴンボールエボリューションの世界は間違っています。悟空が高校生活を送っているという設定だけではありません。恐竜は？空飛ぶ雲は？喋る動物たちはどこへ行ったのでしょう？確かに、原作の世界を忠実に再現するためには、莫大な費用が必要となるかもしれませんが、これでは全く別の次元になってしまいます。少なくとも、疑似未来的で時空を超えたドラゴンボールの世界観はキープしてほしかったですね。これでは現実世界とモータルコンバットを掛け合わせたようです。第4位、クリリンが登場しない。あまりに違う点が多いのですが、原作のキャラクターの多くは少なくとも名前だけは登場しています。ただしクリリンを除いて、悟空の良き友であり大切な仲間であるクリリンはこの映画内に登場しないのです。この小柄な坊主頭は物語にコメディ要素をプラスしてくれる大切な要因なのに、彼がいないがゆえドラゴンボールエボリューションにはユーモアを感じられないのです。 Do you have a dragon ball? Bikini Quarterly? 余分なシーンや追加キャラクターをなくせば彼の姿を見られたかもしれませんが、よかった。ヤムチャはいるようです。ヤムチャ。Whoa. Needed help down there. 第3位、狼男のような大猿。確かに原作でも大猿に変身した時は狼男のようでした。しかし映画における大猿への変化は馬鹿げていると感じてしまうほど狼男にそっくり。主にそのサイズ感が。Zaru disappeared.And balance was slowly restored to our world. 悟空が大猿に変身した時、そのサイズは原作よりもはるかに小さく、狼男とゴリラのハーフのようになってしまいました。 You serve me. 悟空、no! I don't think Goku's there anymore. その上、映画では大猿の起源がより複雑に、大人になった悟空と大猿の関連性を示すためだけに、大猿はかつてピッコロの世界征服を援助した神だったという設定になっているのです。さらに満月ではなく、日食の時だけ大猿になるという、これにはコアなファンが納得いかないのも当然です。大猿 can be beaten with fists. Only with faith can you win.第2位、カメハメハ。カメハメハは悟空と亀仙人の必殺技であり、ドラゴンボールシリーズを代表する技であることは言うまでもありません。そのカメハメハさえ何の疑問もなく変えられてしまっているのです。映画内でこの技は大気を操ることで使えるという設定になっています。そう、アバターの技にそっくり。What? しかも回復させるためにも使えるというのですから驚きですよね。ドラゴンボールに詳しくない人でさえカメハメハはビームのように放出される技だと知っていると思いますが、これではまるでガスの塊のようです。続きを見る前にぜひチャンネル登録を。最新動画をお知らせするために通知はオンにしてくださいね。カスタマイズすることも可能です。第1位、悟空。Come on, baby. Show me what you got. ドラゴンボールエボリューションにおける過ちの多くは、悟空を正しく描くだけでもだいぶ変わってきたと思います。戦いを好む尻尾を持った異世界の少年の代わりに、学校の人気者を目指す女の子に夢中な高校生が主役になってしまったのですから。Nice swing, good form.
this one. みんなが大好きな楽観的で無邪気な悟空ではなく、退屈で面白みもない、メソメソした、そして均等運にも乗れない主人公なのです。最初から最後までめちゃくちゃなわけです。ジャスティン・チャットウィンのせいではありませんよ。Wow! Hey, Goku! What are you doing here? I was just about to ask you the same thing. Walk with me? Yeah. いかがでしたか？最新動画はウォッチモジョのチャンネルからチェックしてくださいね。チャンネル登録と通知の設定もお忘れなく。